てる。舐められてるので。あ、高校生側から舐められてる。はい、舐めやすい奴らなんだよな。舐めやすい奴らなんだよ。本当だった、本当だった。強いのが。さあ今日何するんですか。はい、今日ホテイソンさんがいないんですが、うん、プレビュー会をちょっとさせていただきたいなと思って。はい、次はリレー対決。じゃあ V 振りふーちゃんお願いします。はい、お姉さん組と高校生組どっちが勝つのか応援してください。それではリレーどうぞ。さあこの後はお姉さん組と、高校生組に分かれてリレー対決です。これ楽しみだな。人数的に高校生チームは5人なわけ。いやね、で、お姉さんチームが4人しかいないから、お姉さんチームはもう一周走る人を決めてほしいよ。なるほど。なってくるとゆいちゃん。じゃ誰が走る？一応タイム的に速いのは高梨。どうする？まあでもそうなるよね。頼むゆいちゃん。いいよ、話し合いして決めてみよう。他の人が連チャンで走ることも OK ってことですよね。え、連チャンは頼むか。そうですね。スタートもちょっと苦手。1、3、2週連続は厳しいよね。厳しい勝負なんじゃないの。最初と最後とかの方が、ね、1、4か2、4どっちかな。でも確かに顔は絶対ミリちゃん。ミリちゃん、そうだ、ね、私、りょうかちゃんとはるちゃんのどっちかと一緒だったら嬉しいね。そこでまくり上げたい。みくちゃんの真ん中の方がいい。1、2、3。いや、どっちがいいかな。真ん中で一旦リセットする。それとも逆に最初に入れて後から追いかけるんですけど、普通で寝かされると絶対勝ちたいよね。でタイム的に1、2、どっちが早い？どうやったらいいの？でもやばい、最初に差つけられたら怖い。確かに怖い。でもまっすぐ走るのとね、コーナーは違うからね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92
日フレッシュ。本当に許さない。許さない。じゃあということで順番決まった。はい、さあじゃあ高校生チーム。はい。一層目。夏目二層目。はい。佐々木三層目。はい。長松四層目。はい。藤崎五層目。林。なるほど。最後にアンカーで巻き返す。おお。いいですね。はい、さあそしてお姉さんチーム。はい、1層目。はい。お、日比野。2層目。はい。お、斉藤。3層目。はい。高梨。え、4層目？はい。あ、まだいます。まだいます。で、もう1回5層目で走る。3と5を走るってこと？はい。疲れちゃう。結構、すごいね。1層目と5層目とかだった。1と5って。そう、1と5とか。いや、あんまスタートは得意じゃないってちょっと経験から学んでる。なるほど、あの 50m で分かったとか、普段のその部活とかでもスタートはあんま得意じゃなかったので、うん、スタートはめなちゃんに託しました。すごいね。どう、日比野はスタート得意？どう？得意じゃないです。得意じゃないけど、とりあえず任された。とりあえず頑張ろうと思って。これどう、お姉さんチーム、高校生チームに負けらんない？絶対負けません。やっぱなんかいじられること多くて、うん、舐められてるので。あ、高校生側から舐められてる。はい。これはじゃあお姉さんの威厳を見せちゃいね。はい、はい、なんか私たちが強いんだぞっていうのを。確かに舐めやすい奴らなんだよな。舐めやすい奴らなんだよ。見せつけたいです。さあ対する高校生チーム、あ、もう林がもうあざ笑ってましたよ。あざ笑ってました。あ、なんか言ってるわ。お姉さんが林余裕ですよ。出た。いいね。さあそして高校生チーム、ちょっとね、長松と夏目がちょっと足を引っ張っちゃうかもしれないけれども、うん、さあ夏目どう？でも今回はコースを間違えないように、うん、走れば大丈夫。頑張ります。どこじゃねえかよ。長松、私はカーブが得意なので大丈夫です。カーブが得意。素晴らしい。本当だ。発明だな。カーブ。発明だよね。さあ、じゃあ行きましょうか。じゃあみんな準備しましょう。はい。え、バトンさ、どう渡す？右手でいい？あ、右手で走って左手で渡すの。あ、左手で。うん。練習しとく？で、やっていい？あ、一番の人かな。じゃあ、こうで。いいか。じゃあ、3回、3回、2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 回、
え、どっちでもらうの？バカがいるな。あ、バカがいるぞ。待って、実は待って、待って、待って、バタつき位置をもうちょい下にした方がいい。教えてください。ここで、この、ここにはどこ？コース短いから、インコースかアウトコースかでめちゃくちゃ変わってきますよ。うん、確かに。おい、面白いこと言え。あ、これお姉さん側がインっぽいな。こんなに年下に譲らないお姉ちゃんいるんだ。平等に。やっぱめっちゃ緊張しちゃう。これ緊張するね。なんか運動会思い出す。ね。いや運動会だから。違うもので思い出すのは分かんない。運動会で運動会思い出しちゃってんだ。さあ、それでは皆さん参りますよ。はい、はい、準備はよろしいですか？はい、はい、お願いします。お願いします。では行きましょう。位置についてよーい、頑張れ。ああ、入りました。お姉さん側がリード。さあ、それは夏目がカーブだ。さあ、夏目をその後追いつめて、夏目が追いつめて、夏目頑張れ。夏目頑張って、夏目。でも夏美が一番、ほぼ一番遅いわけだから、ここはもう計算通りでしょ。さあ、バトンが渡った。お姉さんの順に渡った。さあ、行く。さあ、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 明らかに追い上げてる。ああ、 OK、 追い上げてる。ああ、ここで泣いてたら、まあ、将来その子供とか持ったらもう死んじゃうよ。その子供のリレーとか見てたら。さあ、皆さんお疲れ様でした。あ、いい試合でしたね。ということで結果は、大学生チーム1分34秒47、高校生チーム1分30秒91ということで、高校生チームの勝利。早かった。本当にカーブが得意ってのは本当だったね。いや本当だった。カーブ早かった。めちゃくちゃ分からん。絶対抜かせねえ。50メートルタイムだったら、違う、多分 2,3 秒早いのにカーブ全然抜かせなくて。すごい、すごい、めちゃくちゃすごい。やっぱ日々の感動した。めっちゃ感動する。
あ、もう高校生チームがかっこよかった。みんなかっこよかった。なんなのこの人。佐久間さんいかがでした。いや素晴らしかったですね、チームワークが。うん、僕も感動しちゃいました。あ、涙こそは出ないもの。何にも出てこないじゃん。涙こそは出ないものの感動しました。そうですね、いろいろあったんで、あんまり感情移入ができなくて。まあまあでも良かったですね。いい競技でした。はい、まあ、作戦もみんな立ててるし、格別足引っ張った人がいるわけでもないし、いい勝負でしたよね、日比野さんね。めちゃくちゃいい試合でした、本当に。でもなんか遅いのかなっていう子たちのことをみんな早い子がこうカバーしたりとか、うん、いけそうなところでこういけなかったりとか、なんかすごいアイドルの図を見ているような気分になって。いや、日比野さん、リレーってそういうもんだから。まあでもアイドルの助け合いっていうのが大事だなっていう。得意なところを頑張、得意な人が頑張ればいいっていう。うん、だからそうなんだよ、ほら、斉藤。やめてください。得意な苦手なの、まあ進行は苦手かもしれないけど、その得意なもので埋めていけばいいんですよ、意味でも言った通り。だからお前はお前のできることを頑張ればいいんだよ、それで。確かに、うん、その分他のところに。人間的に。うん、そのためにやってる、みんなで集まってるわけ。一人でやってるわけじゃないんだよ。心に刺さるよ。じゃあ頑張った大将。はい、で今回はじゃああれですね、2人かな、佐々木と長松ですかね。抜いた佐々木とカーブがね得意だった長松。うん、いやマジでカーブが得意って言った時はこいつ何言ってるのか。ちゃんと実証したもん。オッケー、かわいいよ、いいよ。ああ、これいけるぞ、いける。うわーマジか。うわー経験してきてるからね、いろいろね。もうあと5分ぐらいしかないからね。今後のラフラフ、もうここにかかってます。よっしゃ。ああ、僕の目が確かでしたね、やっぱり、ね。うん、素晴らしい人たちです、本当に。スポーツ王決定戦、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？グッドボタンは押してくれてますか？スポーツは好きですか？体は動かしてますか？応援するのは好きですか？応援している人を応援するのは好きですか？応援されたいですか？じゃあ応援します。せーの、えいえいおー。